前ら必見サークルで、女子にモテる講座パート1です。え、違う、あ、違う違う、はい、今日はですねリフトの正しい降り方講座です。安全に降りる方法をご紹介します。はい、まずは平らなところでリフトに乗る前にスケーティングができるようにしましょう。レギュラーの人だったら右足を外して右足で蹴ってスケートボードみたいにして進むっていうことが少しできるようになってからリフトに乗りましょう。はい、ではリフトに乗った状態が、こうですね。こんな感じで、まあ、板ついてます。で乗ってって降り場が近づいてきたらちょっと体を横にして、で少し浅めに腰掛けましょう。いつまでもこんな感じで座ってると降りられないのでちょっと横にします。でここで降りてくださいという降り場っていうのが札かなんかが多分立ってると思うので、そこに来たら板の上に右足を置いてスッと立ち上がるだけです。これだけ。こんな風に急いだりとか、こんな風に急いだりうわどうしようみたいになると危ないので、基本的には何もしない、スッと立ち上がるだけです。で板は滑っ